ペアダは、7世紀、マーシア王ペンダの息子。ペンダが、ノーサンブリア王オズウィノとの戦いに敗れ655年11月に、戦死した後、オズウィにより南マーシアの王とされたが、翌656年春の復活祭の頃、王妃の裏切りにより殺害された。653年頃、トペンダの命により、ミドルアングルスの王となる。世紀の神学者、歴史ベイダは、 ペアダについて、非常に傑出した青年で、王の名と身分に実にふさわしかったと述べ、さらに、ペアダが、ノーサンブリア王オズウィの王女、エアルフレットに求婚したことを記している。これに対し、オズウィ王は、ペアダの受選とペアダとミドルアングルスの民すべてが、キリスト教へ改宗することを結婚の条件とした。ペアダの改宗については、ベーダ、A、国民教会士に次のように記述されている。 ベアダは、リンディスファーン修道院の避難によって、洗礼を受け、その配下や、民もこれに従った。655年11月15日、ウィンウェードの戦いで、ペンダオが、オズウィに敗れて命を落とし、マーシアの実験は、オズウィが握ることとなった。ベーダによれば、マーシアは、トレント川を境に南北に分割され、北マーシアは7000ハイド、南マーシアは5000ハイドで、 オズウィは南マーシアの地をペアダに与えたという。アングロサクソン年代記によると、ペアダはピーターバラに修道院を建設した。しかしペアダの治世は長くは続かなかった。年代記にはペアダは長い間統治するということがなかった。なぜなら、彼は復活祭の季節に彼自身の王妃に裏切られて殺されたからであるとあり、ベー英国民教会史でも、 ペアダは、自分の日の裏切りにより、翌春の復活祭の祝日に悪辣にも殺されたと、在位一年にも満たずにペアダが殺害されたことが、記されている。マーシアは、ウィンウェドの戦い以降、オズウィが、実質統治していたが、ペーダによると、ペンダ王の死去から3年後、インメーン・エアファ、エアドベルトラマーシア人の将軍が、ペンダの維持、ウルフヘレを要して、無本を起こし、 マーシアから、ノーサンブリア人生力を駆逐して、領土と自由を回復した。ABC ベーダ2008、200 P156、ベーダ2008、ピアニッシモ、156、157、ベデ、イストリアエクリジアスティカ・ゼンティス・アングローラム、ブック3、チャプター21、ABC ベーダ2008、P168、AB ベデ、HE、ブック3、 チャプター24、大沢2012、ピアニッシモ、4041、AB アングロサクソンクロニクル、マニュスクリプト E 65、654-656、トランスレーテッドバイ・マイケルス・ワンテン、大沢2012、P41。ありがとうございます。